ですね、ちょっとね。こちら股関節がやっぱり耳より硬いので、うん、そうですね。もうなんか、はい、すっきりします。あ、すっきりしてます。はい。足伸びてるんですね。こうぐーっとね固まっていくとこう足も短くなっちゃうんですね。あ、じゃあこっちも股関節硬かったらやりますね。痛いですね、ちょっとね。こちら股関節がやっぱり耳より硬いので、うん、痛いですね。まあ、無理ない範囲でね、やっていきます。癖強いでやったら言ってくださいね。足裏もしますね。はい。うん、痛いですね。痛い。全体的にやっぱり足裏も硬さが出てますね。あ、痛いですね。凝りがねできちゃってますね。はい、はい、一旦体を起こしてみてください。よいしょ。でもなんか、はい、すっきりします。あ、すっきりします。はい、はい、多分割とこう動きやすさ出てると思います。はい、足の上がりやすさとか。そうですね。ちょっと動いてみてください。はい、体がね多分やっぱ動きが悪くなってましたので、はい、薄くなってるんじゃないかと思います。なんかシャッキリしました。そうですね、綺麗、うん、になられてますね。うん、今度仰向けにお願いします。はい、はい、じゃあ上向きですね。はい、よいしょ。出しますので、見てください。はい、あんま動かかんのがいいかな。うん、はい、こんな感じですかね。はい、すいません。うん、お腹のあたり向けたらかけますね。痛くないです。そうですね、もうさっき、うん、柔らかく出
したので、押しやすくなってますね。目の疲れがあるとここ痛いんですよ。ちょっと痛い。ちょっと痛いですね。上の方がやばい。そうですね。はい。そこがあって、うん、硬いですね、この辺痛いんですけど、はい、肩がね少しやっぱり中に入るような感じになってますので、内側に入った分をね少し外に開くようにします、うん、大丈夫ですか、はい、そういう時に胸の筋肉ですね、こちら側とか大丈夫ですか、はい、失礼します、楽にしてください、ね、手首がすごいゴキゴキになりますね、ゴキゴキ、反らしにくくなってますね、指が鳴ってますね、ちょっと首鳴らなくなりましたよね、本当ですね、はい、収まったのでいい位置に、本当だ、はい、そのままにしちゃってると指先しびれたりですとか、うんうん、